今日は愛子先生にお越しいただいてます。愛子先生どうぞよろしくお願いいたします。今日はリクエストにありましたおにぎりを先生に見せていただきます。まずですね、お塩を揉み込んでいきますね。はい、よく揉み込んでいきます。お塩ね、よく揉み込んで、よく揉み込んでいきますね。で、先生は今日は具はかなりもうこの辺に塩昆布がね仕込まれてますので、塩昆布握りということで、で、海苔の方を先生も用意していただいてますね。ありがとうございます。このように巻いていきますね。先生お顔が丸いのでちょうどいい感じなんじゃないでしょうかね。あ、いい感じですね。いい感じのおにぎりでできましたね。ということで愛子先生、今日もありがとうございました。愛子先生。